夜間アイドル。こんなこと言っちゃいけないかもしれないんですけど、歌を歌うより聞く方が実は好きで、いろんな方のライブに行くのも好きですし、この間もあのバックナンバーさんとか世界の終わりさんとか、そういうなんかライブで音を浴びるのがすごく好きですね。これあれですか、自分のステージにやっぱりフィードバックしたりします？そうですね、ちょうどそのスタコミをしてる時に気づいたことがあって、はい、そのライブに行った時の感動みたいなものを喋っていたんですね。はいはいはい。その時に私もではと思いまして、その私もではそのなんていうんですか、演者側としてはいはいはい、気づくところも、そこで初めて気づいたんだ、私も演者だったって思い出しました。どんな配信してんの？ちょっと見たいな思い出しまして、受け取る側として感じた気持ちって、やっぱりやってる側とは全然違ったりとかもするので、はいはい、それを改めてじゃないですけど、思い出した。いや、いい話だね。基本的に歌詞を重視するタイプなんですけど。歌詞重視する？そうです、歌詞が深ければ深いほどグッとくるタイプ。なんか自分の中での迷った時の参考になった歌詞とかってあります？はい、最近いいなって思ったのはリアクションザブッダさんの君へっていう曲があるんですけど。どんな歌詞なんですか？緊張しちゃってパッと出てこないんですけど待ってください。今手震えてて、手震えるあ、そういう歌詞なの？違うの？それだけ歌詞にっていう意味をあれすると、自分たちの曲っていうののより歌詞もね。そうです ね歌うにあたっては自分の中ですごい意味をね、その結構気持ちが先に行っちゃって歌がままならない時があってこれ本当直さなきゃいけないんで す、ね、直さなきゃいけないんですけど。いやでもそれぐらいね、自分の中ではこの環境だったりこの歌詞の意味も分かっちゃってるから、それを届けなくちゃっていう気持ちが先に行っちゃうってことですよね。そうなんです。だからそれは綺麗な歌とかでは絶対ないので、そこはこう両立ってないけどバランスちゃんと取らないといけないなって、その気持ち入りすぎちゃうなっていうのはいつも反省点としてはあって、改善したいな。なんか演者としてはそうなんだろう。そう、リハの方がうまくできるんです。え、リハの方がうまく、あ、リハの方がね、リハを届けたいくらい。リハを届けたい今日の出ました名言だこりゃ名言にしないでください。あ、しちゃダメだ。ダメです、絶対に。はい、それができる職業だなと思うんで。いや、ほんと今思った、あなた天職だわ。そうなんです自分で言うのもなんなんですけど、そう、多分素晴らしい。